はい、アラヌ40のガキです。本日は新しく完全ワイヤレスイヤホンを購入しましたので、そちらのご紹介になります。では早速登場していただきましょう。こちらになります。ダーン、オーディオテクニカさんのソリッドバスという新しい、まだ発売して間もないのかな、これは。そうですね、 Amazon での取扱い開始日が2021年10月28日となっておりますので、まだ発売して間もないワイヤレスイヤホンになります。で今回私オーディオテクニカさんの商品なぜ目をつけたかというと、じゃじゃーん、これこの間ご紹介したんですけど、ゲーミングヘッドセット、オーディオテクニカさんが最近出した商品なんですが、これがねすごく良くて、音の解像度がねなんか素晴らしかったんですよね。なのでザ日本製ということで気に入ってしまって、なので同じオーディオテクニカさん、略してオーテクさんっていうのかな、まあいいやなのでとりあえずオーテクさんの最新完全ワイヤレスイヤホンがどんなものなのかっていうのが非常に気になりまして、購入した次第でございます。ざっくりとですね、こちらの商品概要を説明していきたいと思います。こちらオーディオテクニカさんの ATH-CKS50 完全ワイヤレスイヤホンになってます。 Bluetooth は最新の 5.2 を採用しております。で最大約50時間の再生、イヤホン単体で20時間、通話品質を強化しており、あと重点音に重きを置いている完全ワイヤレスイヤホンとのことでございまして、あとノイズキャンセリング機能、ヒアスルー機能、低遅延モードと、あと新開発のイヤーピースを搭載しているということですので、そこら辺も見ていきたいと思います。対応コーディックが AptX、Adaptive、AAC に対応してまして、360度リアリティオーディオが楽しめるということでございます。見た目でわかるんですけども、ヘッドホンの形式はインイヤー型になっております。まあ、外音取り込みも自然に取り込めるというところと、重低音が楽しめる、なおかつワンタッチでヒアスルー機能ということで、人の人間の声にフォーカスした音声を取り込む機能がワンタッチで切り替えられるという機能が搭載されているということでございます。あとは新開発のコンフォートフィットイヤーピースが気になるかな。あと急速充電モードにも対応している、片耳だけでも使用可能というふうになっておりますので、開封していきましょう。オープン。おお、よいしょ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 、なんか形状が結構変わってますね。想像と違ったな。なんかこういうもっと丸っこい感じのやつが出てくると思ったんですけどね、こういう感じでパカッと開くやつかと思ったんですけども、あ、面白いな、こうガルウィングみたいな感じですね。クイーン、こちら本体になります。で内容物を全部出していきたいと思います。はい、こちらが内容物の全てになります。まずこちら本体、そして保証書、説明書、取扱注意ガイドの紙が3枚に、タイプ A2C の充電ケーブルが1本に、イヤーチップですね、何個入ってんだろう、イヤーチップが3種類入ってるので、おそらく本体についてるのが M サイズだと思うので、 LMSSS みたいなサイズ感だと思います。でこちらにスマートフォン用アプリがありますので、これでダウンロードしてアプリで操作をする形になるかと思います。はい、それでは本体を詳しく見ていきましょう。結構独特の形状をしている感じです。こちら本体の正面、オーテクさんのロゴマークで、これが充電のランプですね。で背面にタイプ C の充電コンセント差し込み口になっております。あとはな、目立ったところはないですね。そしてカパッと開けると、こちらが本体になります。お、開けた瞬間ここのライトが光ります。 LR と印字がしてあって、これを取り出すと、あ、取り出ししやすいですね。はい、本体はこんな感じになります。なんかね、変わった形状かな、なんか、まあ、こういう棒状って言っていいのかな、なんか棒状とは似て非なる感じでございますね。で本体をさらに詳しく見ていくと、こんな感じになります。でここに何かあるんですけど、これは何も押すボタンではないみたいです。ここも押しボタンではありません。ここに押しボタンが1個だけあって、これが押せるようになってます。なので実質タッチボタンは右と左で1個ずつという感じになると思います。で重さも結構なんかある感じですね。両耳で 15g、片方で約 8g なので、まあ一般的なこういった形状のやつよりはちょっと重めですね。これ 6g なので、
なのでちょっとずっしり感は感じるぐらいの重さかなというそんな感じでございます。じゃあね、ちょっと耳に装着していきたいと思います。 R が右か。あ、なるほど、あれですね、これは耳の穴をこう塞ぐ感じですね、完全に。なので結構この段階で遮音性は高いです。で、私耳の穴が多分人様よりも大きいので、ちょっとこのチップをでっかいやつ、こっちの L サイズの方に交換していきたいと思います。で、これが新開発のコンフォートフィットイヤーピースということで、形状をこう自由自在に耳の穴に合わせて変えられるという、そんな新しい新開発のイヤーチップのようでございます。はい、でアプリをダウンロードしてイヤホンを接続するとこんな画面になります。お、なんだこれ新しいぞ。全方位から音が降り注ぐ新体験、360度リアリティオーディオということで、これいいっすね、聞いてみたいな。でもあれですね、対応しているサービスコンテンツが限られているみたいなので、どうなんだろう、ちょっとこれは対応、私利用できないかもしれませんね。で、耳の形を撮影測定ってなってますね。これ面白い。右耳、撮影できる。耳の写真を撮ってサーバーへ送信しているところでございます。どうなるんだろうこれ、ちょっと楽しみだな。あ、測定が完了しましたという感じになりました。あー、そういうことか。ちょ、この2つで360度リアリティオーディオを体験できるということなんですけども、私こちら両方ともアプリも持ってませんし、登録もしてないのでちょっとできないということで、これはやめときましょう。まあ、アプリを使えばこういった形でイコライザーも調整ができるようでございます。で、この下にもともと入っているプリセットリストというのもあるので、これタッチすればバスブーストとかボーカル、シャープ、いろいろ入っておりますので、ワンタッチでプリセットが変換できるという感じになっております。で、ここでノイズキャンセリングの設定もできるみたいでございます。あー、ノイズキャンセリング入れたら雑音が消えましたね。私の横で鳴ってるデスクトップのファンの音が全然聞こえなくなりました。ヒアスルーにするとなんか耳栓に穴開けたような感じでプスーみたいな外の空気音が入ってきましたね。まあ、ヒアスルーはこれ外音取り込みなんでしょうね、おそらく。あー、ノイズキャンセリングオンにするとスッと音が消えますね、面白い。はいはいはい、オフにするとまあ耳栓してる感じですかね。あとはバッテリーの表示ですね。あと左右のバランス調整もできますね。で、低遅延モードもありますし、で、ここでアプリでボタンの設定もいじれるようになっております。やはりボタンは左右に1個ずつついているだけで、これを1回2回3回連続というふうに押し分けて操作をする形になっております。はい、じゃあ実際に音楽を聴いていってみたいと思います。 Amazon Music、 まあまあいい音っちゃいい音だな。はい、ということでしばらくこちらオーディオテクニカさんの ATH-CKS50TW を使ってみました。で、まずいい点はね、これですよね、ここ。これがね、メカメカしくて結構私好きな感じでございます。なんかなんだろう、アイアンマンというか、ガンダムというか、この感じ、好きですね。面白い。あとはこれあれですね、装着がしやすいですね。物が大きいので、落とす心配もまあ、そんなないとは思うんですけども、このイヤーチップ、の新形状新素材のせいなのかもしれないんですけど、結構ねさらっとした付け心地でいい感じですね。まあちょっと圧迫感はあるんですけど、耳の奥をねこう耳の奥にこう入っていって、こうガッと掴む感じで、ちょっとやそっとじゃ落ちない、そんなしっかりした装着感を味わいます。で、音質的なところで言うと、結構こうシャープな低音というかですね、そんな音の印象を受けます。ギターとかエネルギッシュな中音域を感じやすい、まあ、グイグイ前に出てくる感じなので、まあ、ロックですとか、あ、そういうちょっと J-POP でもロック系の方のちょっと走る感じの音楽に向いてるかもしれないですね。で、あとはね、これ低遅延モードが結構優秀ですね。さすがに音ゲーですとか FPS には使えないんですけど、普通に動画見たりする分には何ら問題はないぐらい結構優秀な低遅延モードでございました。で、あとこれに搭載されているヒアスルー機能っていうのがあるんですけども、これがね、ボタン1個
ボタンの長押しでワンタッチでクイックヒアする機能に切り替わるので、コンビニとかでとっさに店員さんの声を聞く際の外音取り込みには非常に最適で使いやすい。であとはね、低音がちょうどいいんですよね。やっぱりここにこのバスなんとかっていうのがあるんですけども、もっと低音がガンガン前に出てうるせえのかっていう感じになるのかなと思ったんですけども、ちょうどいい熱量を感じる、なんだろう、骨太感がある低音感で、そこを強調しすぎていない程よい音の調和が非常に素晴らしかったですね。まあ、そもそも音の解像度も高いので非常にいい音でございました。であとね、アプトXアダプティブにも対応しているので、私はちょっと対応するスマホがなかった、DAP とか持ってなかったので聞けなかったんですけども、使える方はですね、ぜひちょっとアプトXアダプティブかちょっと聞いていただいて、ぜひ、聞いてみた感想なんかを教えていただけたらなというふうに思っております。でここからちょっといまいちな点なんですけど、ボタンね、ボタンの操作性、ボタンの設定の自由度が低いっていうのがちょっと残念な感じでございます。でこれスマホのアプリの設定の画面なんですけども、キーアサインっていうところでキー設定、ボタンの設定割り当てができるんですが、ここに載っているこのクイックヒアスルーとか音声認識機能、アンビエンスコントロール、低遅延モードなしというここの中から選んで設定することしかできないんですよね、おそらく。なので音量調節とか普段ヘビーに使う機能が割り当てられないのがちょっと非常に残念です。なので音量を上げ下げする場合はスマホ側でわざわざこう調節しないといけないっていう、 iPhone だったらこういう感じで調節しないといけないっていうのが非常に面倒くさいし残念な仕様でございます。あとね、音質的なところで言うと、オーディオでこの360リアリティオーディオっていうのを使いたいんですけど、この対応サービスにデータを送信でね、これおそらく有料っぽいんですよね、おそらくね。ここに利用料金、対応コンテンツはサービスによって異なりますって書いてあるので、わざわざここでお金払ってまでそんな使いたくないなっていう正直な感想です。なのでアップルから最近出た第3世代のイヤホンみたいな感じで、まあ大体全ての音楽を空間、疑似空間オーディオとかにもできるっていう、確かそんな設定があったかと思うんですけども、ああいう形にしてほしかったなと思いますね。じゃないと逆にこの360リアリティオーディオっていうのが普及していかないような気がいたします。まあ総合的にまとめていくと、ノイキャンが結構効く迫力のある低音好きな方には非常におすすめかなというふうに思います。まあ、もう少し操作性と外音取り込み機能の強化をお願いしたい感じはありますが、まあ、日本製メーカーですので底力で次回の新作を期待してアンテナを張っておきたいと思います。まあ、音はねすごくいいので、低音と中音のこの調和性というか、全体的に音の解像度が非常に高くいい音ですので、まあ、買ってあれなんだこの音はなんていうふうに思うことはないかなというふうに思います。はい、ってな感じで今回の動画はここまでにしたいと思います。購入を考えている方の参考になれば幸いでございます。またこのチャンネルではこういった音響機器、ゲーム関係のガジェットを紹介しておりますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると非常に励みになります。それではまた次回の動画まで。じゃあね、バイバーイ。